県教育委員会は今日防衛省に対しアメリカ軍の訓練移転と自衛隊基地の建設が進むマゲ島で発見された遺跡の発掘調査を行うよう勧告しましたマゲ島で見つかった旧石器時代のものとみられる遺跡は防衛省が計画する基地の区域内にあり滑走路や駐機場の整備予定地に隣接しています 県教委によりますと、先月から実施していた現地調査で旧石器時代のものとみられる遺物が新たに一定数見つかったということです県教委はおよそ6500平方メートルについて文化財保護法に基づき着工前に発掘調査を実施するよう、今日防衛省に勧告しました具体的な発掘調査の機会や規模については、今後 防衛省と県境委で協議する予定となっています。